幸せ。なになに、ひなちゃん気になる子がいるの？ライムはライムの方法でひなちゃんを助ける。もうぐったぐただよ。覚悟を決める時だね。ひなちゃんはそんなこと言わないよ。ひなちゃんのことまで悪く言うなら許さない。だからって人を傷つけていい理由にはならないでしょ。伊豆たちもひなちゃんと本当の友達になりたいよ。大事な